はい。えー、お問い合わせをいただきました。で、お問い合わせの内容は、年が変わったんで、こう、コツコツとね、何かを積み上げていきたいんで、ブログをしてみようかと思うんです。っていうふうな相談でした。で、確かにいいですね、と。ブログ、今でも、もちろん稼げるし、何かを一つをね、コツコツやってみるっていう、その切り口としてブログがいいと思いますよって形で、えー、おすすめしたんですね。で、そこで聞いたのは、久保さんは、アフィリエイトで稼いでた頃って、 ブログの量産どのぐらいしましたってことだったんですけども、私はね、トータルで1万4000本ブログが作りました。で、1万4000本作ると、まあ、ブログからの収益っていうのは1億円を超えるんですよ。うん、もちろん、数作れば必ず行くっていうことはないと思いますけども、私の場合はただ単純に作っただけでその辺に来ましたね。アフィリエイトリンクを貼って、えー、ちょこちょこと、サイトを作りながらね、うん。で、まあ、トップページだけの、 いわゆるペラのサイトだったんですけども、それでも売り上げ上がったなと思いました。で、これ2015年までの話です。あれから6年、7年経って、今でも同じ方法が通用するのか、同じ数でいいのかはちょっとね、わかりません。やってないんで。えただ、今は SEO の進化によって、うーん、なんていうんですかね、量産しただけじゃダメなんじゃないかなとは思いますけどもね。ただ、コスコスと何かやるのって、すごくいいことだと思うんですよ。で、今回ね、えー、これは考え違いしないでねってことでお届けしたいんですけども、 そのブログを作る際にね、ドメインとかね、キーワードとかね、えー、SEO とか、こういうの分からないんですけども、っていう風に聞かれたんですよ。で、私はね、すぐにこう返信しました。まずブログを100日書き続けてみてくださいと。それができないのにね、結局これは言わなかったんですけども、それができないのに、まあ、あの、ドメインとかは関係ないですよと。ライブダブログでもアメブロでもいいんで、とりあえず自分にブログを書き続けることができるのか、 それが分かかってからドメインだろだろうなん調べればもう十分ですよと。ドメインを取ってもサーバーを借りても書かないんだったら何なんですかって話なんですよね。つまりはあのスパイクを買ってスタートラインに立ったんだけども走り出さないもしくは走り出しても 100m 走のうちね1 0 0ル走のうちに最初の 10m でやめてしまうんだったらまあどんな立派なゴールでもどんな 立派な優勝カップでも絵に描いた餅だよってことなんで、まあブログもね、形にこだわるよりも、さっと描いてみることですよね。それこそブログじゃなくてもいいですよ。SNS、Twitter、なんでもいいです。記事を書いて100日くらい、本当に自分は100日かけるんだろうか。ね、そっからですよね。そして、書くことを仕事にするなら、100日じゃなくて、多分一生書き続けることになると思うんですよ。一生じゃなくても、10年は書き続けると思いますよ。どうですかね 10年書くその最初の一歩としての100日を書いてないうちにその入れ物たるねスパイクの高果さとか機能にこだわりますかねまずははだし走しってみることじゃないかなと思うんですよ。表現なんかむちゃくちゃになりましたけどもこれねその相談した方を別にね叱ってるわけでも何でもなくってこういう考え方をしたらいいんですよってことでねまずは走り出すことなんですよ。形は走りながら整えればいいと思いますし走ってる途中で自分はこれに向かないなと思ったら。 ね、いろんな準備しなくてもよかったってことでしょ、うん、で、肝心なのは、自分が、読む、見る、書く、話す。これができるかどうか、リテラシーがあるかどうかなんですよ。そこに、プラスアルファでテクノロジーがちょっとだけ、お墨付きを与えてくれるってことなんで、テクノロジーを先に学ぶことっていうのは、あの情報商材を買って損する人と、すごく似てますね。まずは自分が、情報発信し続けることができるかどうかって、これがね、大前提なんですよ。これができなければ、 YouTube があろうが、素晴らしいブログシステムがあろうが、あまり関係ないんですよね。頑張ってください。